天軸とは中国や日本が用いたインドの旧名。ただし、現在のインドと正確に一致するわけではない。中国人がインドに関する知識を得たのは、長圏の中央アジア探検によってであった。柴仙の式では、インドを未読の名で記している。天軸の名は、五官書に見える。また天圧師という字も使われた。インダス川のことをサンスクリットでシンドゥ、イラン語派ではヒンドウと呼んだ。また、イラン語派の言語ではインドのことをインダス川にちなんでヒンズカと呼んだ。未読も天軸もこのヒンズカに由来している。同じヒンドウが古代ギリシア語、ニューデルタを経てラテン語、インダスとなり、そこからインデアの語が生まれた。インド方面から中国に渡来した人の姓としても、厚氏の字が使われた。また、仏教の僧侶が軸姓を名乗ることもあった。後に、音韻変化によって、天軸や未読がヒンドウと音の違いが大きくなると、剣豆という字も当てられた。天軸に代わって、インドの語を初めて用いたのは、玄奘であるが、玄奘はこの語を、サンスクリットインズに由来するとしている。また、この語を、インドラの町を意味する、インドラバードンナに結びつける説も現れた。日本では、義経紀白巻の真庭が朝のことは言うに及ばず、東土天軸にも主君に志深き者、王子といえども、かかる礼なしとて、三国一の功のものと言われ静かし、などに見えるように、かつては、東土、天軸、本朝を三国と呼び、これをもって、全世界と表現した。日本では、原義から離れて、遥か彼方の異国から渡来した珍しい品物に対して天軸という接頭字をつけるという使い方も生まれた。ダリアのことをかつて天軸ボタンと呼んだが、これはダリアが日本にはオランダ人によってもたらされたからである。今の台付近を天軸とする誤解が見られ、インドを南蛮とし、台付近を天軸とした世界地図もある。現代日本では、天軸を西遊記で、玄奘ら一行が死境に向かった地とすることが多いが、西遊記原文には、天軸の語はあまり現れず、通常は、祭典と呼んでいる。ありがとうございます。